ティム・ブレイク・ネルソンはアメリカ合衆国オクラホマ州タルサ出身の俳優、映画監督。個性派俳優、映画監督として知られるネルソンは1965年にオクラホマ州タルサに生まれるユダヤ系。祖父母は第二次世界大戦中にナチスから逃れるためにイギリスを経由して渡米したロシア系ユダヤ人の移民だった。父親は地質学者で母親は 社会活動家。地元タルサの高校を卒業した後に、ブラウン大学とジュリアード学院で演技を学んだ。1992年にシアトルで上演された、アイ・オブ・ゴッドの演目で俳優デビューを飾る。同じく92年に、ジュリー・カブナー主演の This Is My Life で映画デビューも果たした。その後も順調にキャリアを重ねていき、 2000年に出演した公演兄弟監督でジョージ・クルーニー、ジョン・タトゥーロと囚人3人組を演じたオー・ブラザーにおいて注目される。コミカルな演技を得意としコメディ映画への出演が多い。2008年1997年に俳優デビューを飾った舞台作品の映画化でメアリー・ケイト・プレイスを主演に据えたアイ・オブ・ゴッドを完成させ、 映画監督デビューを果たす。2001年には、シェイクスピアのオセロを現代風にアレンジした王も監督。同作品では人気上昇中だったジョシュ・ハートネットを主演に起用した。2001年に発売されたオーディオブックでは、エーティザ・オルター・オブ・スピード、ザ・ファースト・ライフ・アンド・トラジック・デス・オブ・ゲール・アーン・ハート、SR ・エモ・コエの出演をしている。面においても、 ブロードウェイや各都市の劇場にて、シェイクスピア舞台などの数多くの演目に出演している。1994年にリザベナ・ビデスという女性と結婚。現在はニューヨークに暮らしており、3人の息子の父親でもある。ありがとうございます。